んにちは。新海誠監督の人気アニメ映画「君の名は」のプロデューサーで有名な伊藤浩一郎さんが SNS で知り合った未成年の少女たちに現金を渡してわいせつな行為をしたり、裸の写真を撮影させたりするなどの児童売春・児童ポルノ行為で逮捕された事件。この一件は日本のアニメ業界に大きな衝撃を与えました。今回は伊藤浩一郎さんが言った逮捕の詳細と事件の経緯、関係者のコメントなどについて紹介していきますので、ぜひ最後までご視聴ください。伊藤浩一郎さんは SNS での出会いを契機に自身の性的嗜好に合った未成年の少女を物色しており、検察の冒頭音苗によると興味を持った少女のアカウントを見つけると顔写真を送らせていたといいます。さらに自分好みの子を見つけると裸の写真を送らせたり、現金を対価に成功したりしていたようです。そして伊藤浩一郎さんは和歌山県警の取り調べに対し20人以上の少女を売春したと供述しています。しかしそれにとどまらず、検察側は10年以上にわたり100人以上に現金を渡してわいせつな行為をしていたと指摘しているようです。そんな異常な性癖を持つ伊藤浩一郎さんは一体どのような人物だったのでしょうか。伊藤浩一郎さんは岐阜県出身で、大学を卒業後メーカーで勤務した後にアニメ業界に転職しました。2013年には自身のプロダクション会社いとこプロダクションを設立。伊藤浩一郎さんの関わった作品は「君の名は」、秒速 5cm、 雲の向こう、約束の場所、星を追う子供、放課後ミッドナイターズ、誰かの眼差し、琴の葉の庭、ミジコフィリア、スズメの戸締まりなどがあります。その中でも新海監督作品には「雲の向こう」、「約束の場所」や「秒速 5cm」といった黎明期からアニメーション現場の進行管理などを務める制作プロデューサーとして関わり、2016年に大ヒットを記録した「君の名は」にも同職で携わりました。そんな伊藤浩一郎さんは映画の制作過程で監督やアニメーターの意向をまとめる立場でした。納期を優先して強引にまとめるタイプだったといいます。そして「君の名は」で知名度を上げた伊藤浩一郎さんは、新海監督の作品以外のアニメ映画や大手自動車メーカー、製菓会社のアニメ CM にもプロデューサーとして関与していました。その後売れっ子プロデューサーとなった伊藤浩一郎さんは、私生活でもタワーマンションに住んだり、スポーツカーを乗り回したりと羽振りが良くなっていったそうです。しかし一方で未成年売春を長年にわたって言っていたことが明らかになりました。そんな伊藤浩一郎さんについてアニメ業界関係者は、君の名はもそうですが、彼が関わってきた作品には女子高生が出てくるものもとても多い、どういう目で見ていたのかと、日本の優れたアニメ作品を汚された思いです。少女に対して自分の立場をアピールするのに、俺はこの作品に関わっているんだと携わったアニメ作品を利用していたのでしょうからと語ってました。そして和歌山地裁の法廷に白いマスクとスーツ姿で現れた伊藤浩一郎さんは、罪を認めて検察の主張をうつむきながら静かに聞いていたそうです。報道陣に囲まれると目元を隠しながら無言を貫いて去っていったといいます。この伊藤浩一郎さんの逮捕について、新海監督は作品関係者逮捕の報道を目にし、とても大きなショックを受けていますと吐露し、まず何よりも被害者の方へ心よりお見舞い申し上げます、また作品を愛し応援してくださっている皆さんにご不安をおかけしてしまっていることも本当に申し訳なく思いますと謝罪していました。また監督としては今般の事件により作品の価値が損なわれることはないと僕としては考えますとしながらも、ご不審の目をいただいてしまうことも当然かと思いますとコメント。そのことがとても悔しく悲しいですと思いを明かしていました。作品関係者からも、作品に罪はない
の声が上がっています。また逮捕されたことで SNS では伊藤浩一郎で調べてみたら結構多くの新海誠作品に携わってた、これだけがっつり関わっていた人間が報道されているような性犯罪容疑で逮捕された事実はちょっとショックですよ。伊藤浩一郎、雲の向こう、約束の場所からすずめの戸締まりまで新海誠作品のプロデューサーをしているんだよな。逮捕されたと報道のあった伊藤浩一郎氏、このインタビューの人か。昔読んでたアニメスタジオで制作3年の後にコミックスウェーブフィルムに来て今はもう離れているようだなどといったコメントが多くありました。そんな伊藤浩一郎さんには結婚や家族に関する公開情報はありませんでした。ですが現在52歳という年齢を考慮すると結婚して子供がいてもおかしくないと推測されます。仮に伊藤浩一郎さんが30歳で子供を設けていた場合、その子は現在22歳であり大学生や社会人である可能性があります。伊藤浩一郎さんの私生活に関する具体的な情報は明らかにされていないため、伊藤浩一郎さんの結婚歴や家族については推測の域を出ません。ですが家族、家庭があった中でこのような事件があったと考えるのは難しい気がしますよね。そのためもし家庭があったとしても別居をしていた可能性が高いのではないでしょうか。そしてその寂しさがゆえの行動だったのかもしれませんね。アニメ映画では少年少女に夢を与える仕事のはずが、長年にわたり私利私欲を貪り未成年の少女を傷つけてきた罪は重いと言わざるを得ませんよね。これまで18歳未満の女の子と知った上で何度も裸の画像を送らせたことがあり、今回の件がどの娘かは分かりません。伊藤浩一郎さんが供述したこの一言が事件の深刻さを物語っています。この事件を受けてアニメ業界関係者の間では今後スタジオでの雇用審査が一層厳格化されるのではないかとの指摘もあります。過去の前科や経歴はもちろんのこと、 SNS での発言なども精査されるでしょう。一部の悪質な人物が業界の信用を傷つけてしまったことは非常に残念な事態です。未成年者を守り作品の健全性を維持するためにも業界全体で再発防止に向けた取り組みが求められています。作品に関わる人材の選定においては徹底した検証が不可欠となるでしょう。悪質な加害者を入り込ませないようハードルを上げる必要があります。さらに重要なのは過去にこうした加害行為をした人物に対する厳正な処罰です。伊藤浩一郎さんには罪に見合った重い刑が下されることが予想されます。そしてこの事件を風化させることなく再発防止につなげていくことが何より大切です。アニメ作品に夢や希望を与えられる素晴らしさは変わりありません。しかし制作の裏側にこうした加害者がいたことは重く受け止めなければなりません。今回のことで社会全体での未成年者保護の機運醸成につながることを願っています。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。